お、見えるかな、どうだろう。どうかな、見えるかな。見えた、よかった、よかったです。あ、まだくしゃみ出る。はっ、失礼しました。あ、もう一回。はっ、すいません。はい、ごめんなさい、なんか電波かな、一回ちょっと切って始めたんですけど、すいません、なんかわかんない、電波かな、ちょっと電波が悪かったみたい、ごめんね、すいません。花粉かな、なんだろう、何くしゃみ。今日も君の夢を見たんだの感想でも、ちょっとめちゃめちゃ時間空いたけど、お聞きしようかな。こうたくん、ありがとう。あ、サイン会ありがとうございます、覚えてくださって。ワクワク。あ、もうごめん、めっちゃ動いちゃう、ちょっと待って。おお、夢出てきました、何よりですよ。え、最近夢を見るのがなんか楽しくて、起きてその夢がを見るという言葉みたいな、その精神状況みたいなのを調べるのが好きで、起きた瞬間この状態でヤフーとか開いて見てる。ね、エモですね。そう、夢占い。いや、なんかメモを一回したんですけど、なんか良くないみたいなの聞いて、ちょっと読めました。そうそう。久しぶりに来た、ありがとう、めちゃめちゃ久しぶりにしました。うん、ね、イヤリング、ピアスは開いてないよ。心ちゃん、ありがとう、心ちゃん。あー、やった、ありがとう。今日ちょっとこの格好ではないんだけど、ありがとう。今日は、あ、今日思い出した、今日何の夢見たか。そう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 、今日朝起きて、そう、お母さんたちにね、今日はこういう夢見て、今日は生駒井上位にもう出てて、でも客席に、あの小学校の時の友達、本当にもう小学校卒業してから会ってないお友達たちが客席にいて、おーってなる夢みたい。で一昨日の夢はなんか小学校の、また小学校の全く別の子たちが出て、あの出てきて、なんか一緒にでっかい川、でっかい川で、でっかい船に乗ってて、で足出してるんですよ、こう半分こう足ブラーンって出してて、わーって船で、こう船がこう曲がったら気球がね上に飛んでて、わー気球だーってなったら墜落して目の前に、で消火活動ってなって、小学校のみんなで消火活動してて、でもその中に乃木坂さんの柿さんがいらっしゃったっていう夢見た。であと、あなたの番ですかな、似てたの中の夫婦みたいな方もいらっしゃって、ちょっとよくわかんないんだけど、そうそうそう、糸パンさん、ありがとう。え、そう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 、そのさ、あの夢をさ、もう速攻起きた状態でさ、ググったりしてるからさ、めっちゃ覚えちゃう。いや、田中圭さんじゃなくて、そのマンション内にいるカップルさん、カップルさん、しかもあなたの番ですかな、そもそも。ちょっとわかんないんだけど。そう、なんか最近すごいね、夢を見る。最近はいっぱいなんか小学校の時の友達がね、出てくる。謎に。ね、変だよね、人の変って。変じゃない、夢が。そう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 。全く会ったりしてないのに、急になんか出てきて。あら、たっくん、
ありがとう、緊張してる、ありがとう、よろしくね。かゆ、ももちゃん、ありがとう、ももちゃん。なんか占いっていうかね、なんかその夢を見る原因みたいなのとか、なんかの予兆とかっていうのを見たら、気球が墜落する夢はなんか夢とか何かが崩壊する夢ですみたいな。って思うかい、どうしようとか言って、めっちゃ焦った。全てがなんか崩壊しますみたいな書いてあった。いや、まずい。あ、ももかが見てるらしいです。ももか、ももちゃん、ももちゃん、こっちのももちゃんも見てるよって連絡来た。全てが崩壊しますって言って、ももかどうしようとか。川さん、ありがとう。スイッチを結んでる敵と。やだ、しがらきとむら。そう、でもね、結構その夢見て調べたら、大体なんか崩壊しますとか、なんか大丈夫かなっていう感じですね。青のいためさん、ありがとう。なんか雲の季節、ありがとう。ひろかちゃん、ありがとう。グッピーさん、ありがとう。うん、ランキングにもがてる。あら、ももさん、どこだ。見つけられませんでした。ドキドキ。あ、なるほどね。ネイプルちゃん、ひろかちゃん、ありがとう。みんながパンをくれる。パン昨日食べた。この間アリスと築地に行ったんですよ。でも夕方行っちゃったのがちょっとおバカさんで、もう何も空いてなくて、ほぼもう本当に2軒とかしか空いてなくて。あ、ももかさんから、今日も君の夢を見たんだって、まだカラオケないのって来たので、ちょっと調べさせていただきます。アカペラでも何でもいいから歌ってくれやって言った。なんかすごい人がいるんですけど、ちょっと待ってね。いや、なさそうな雰囲気だよ。今日も君の夢を、ないですね、なかったです。クッピーさん、ありがとう。ね、ないらしいね。ないってもんか。そう、でも海鮮丼空いてるところがちょっとあったから食べて。あら、近辺に住んでるの。あら、深瀬くん、ありがとう。じゃあアカペラでお願いしますと、こういうスタンプが来た、重くから。今さ、あの有線のイヤホンなくしちゃってさ、私は歌わないからあってもなくてもええんやでって。何この人、何ないよないよ。卵かけご飯さん、ありがとう。アカペラ、りょうきくん、りょうきくん、ありがとう。ありがとう。ちょっと待って待って、りょうきくん、ありがとう。タワーありがとう。お久しぶり、りょうきくん、ありがとう。りょうきくんは五等分の花嫁がさあ好きですけど、一応ね、なんか4期だっけぐらいまではね見てたんだけど、なんかちょっともう一回見始めようかな。うん、ありがとう、ありがとう、りょうきくん。りょうきくん、いますか、りょうきくん。りょうきくん、あ、いた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 、ありがとう。いや、なんかさ、イヤホンとかがないからさ、歌う、もうこのまま歌うことになっちゃう。このままでもいいな、全然歌うけど。え、この状態でアカペラでいいの？全然いいけど。
あとお水とかもないけどいいか。ちょっとテンポとかさ絶望的かもしれないけどいいのかな。じゃあこれをマイクだと思って歌いますね。もうか楽しみとか。でめっちゃ大丈夫。鼻ズビズビ。ちょっと私の中では音楽が流れてるとして歌います。夕日の眩しさ涙はごまかせるかな。今日まで歩んできた道は僕にとっての全速力だったけれどきっと世界は広くて誰かの努力僕は気づけない。カラフル人生って何個の色があるの。君が見る世界が知りたい。それはきっと美しいだろう。今以上これ以上背中遠ざかないでまだ近くて僕の全力受け止めてよ。もうちょっとあと少しハートの鼓動を共鳴して鳴らすリズムにブレーキはない。転んでも進めて隣で叫ぶ声今日も君の夢を見たんだ。ちょっともう恥ずかしい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 。明日何を話そうかな。夢に見たこと恥ずかしから内緒にしよう。君が休まず進むからぬかるみだって飛び越えられるんだ。僕らの旅路って理屈じゃないんだよ。美しい世界に紛れて悔し涙空に散ってきらめく今見える道の先果てなく続いていて終わりなんて考えてない永遠に走る。もうちょっとあと少し大人になったその時には僕の努力も感じてほしい。誰のため君のためまだ走り足りない。ライバルだって言われたいよ。ララ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 うん。「君は明日に何を見るのか」「希望未来今日より輝いて」「曇り空あるだろう」「君はどうして進むの」「分かりたい感じたい君の痛みも全部なりたいんだ」輝く人の原動力もちょっとあと少しあとの鼓動を共鳴して鳴らすリズムにブレーキはない。転んでも進めて隣で叫ぶ声今日も君の夢を見たんだ。セウ A1 でも
めっちゃ途中早く歌っちゃった気がする。原動力大好き。あそこちょっとなんかさ BGM がないと気まずいね途中からも普通にこれ置いてたわ。あ、もうか、もうか、ハチ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 。久しぶりにショールーム行った。懐かしい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと。ももかさんリクエストありがとう。おもろい、ありがとうございます。ももかさん、まさまるさんありがとう。まさまるさん、まさまるさんありがとうございます。グッピーさんありがとう。ちょっと前に、ちょっと前っていうか、あのリコとさ、あら、あれあら、あらららら、オンライントーク、あらららら、ありがとうございます。ミクさん、ミクちゃんありがとう。大好きだよ、ありがとうございます。嬉しい。そう、なんだっけ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 、あ、そう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 、リコとさお花見行ったっていうのをツイートしたと思うんだけど、あ、たくみくんありがとう。あ、そうそうそう、目黒川に行ったんですけど、その時にさ一回なんかお腹いっぱい、なんかそんなお腹空いてない状態で集まっちゃって、でこうちらっと見て、まあ、ちょっと食べて、なんか一旦休憩しないってなってカラオケに行ったんですよ。でめちゃめちゃ歌いまくって、でリコが上歌って、あのライオン、あ、めっちゃ主語抜けた、ライオン、超孤独ライオンを歌って、リコとでリコが上で私が下っていうのがめちゃめちゃしっくりきて二人で、そうそうそう、そういろいろ、私が上でリコが下とかね、いろいろ、ね、やったんだけど、なんかリコが上で私が下っていうのがね一番ねしっくりきた。歌った、何歌ったかな、歌ったかな、あと何だっけな、薄明光線とか歌いで歌って歌ってわーとか、カズヤくんありがとう。え、カラオケって今、あ、そっか、でもカラオケないんだ私。あと何歌った、先輩方の曲をいっぱい歌わせていただきました。たくみくんありがとう。でもあの履歴見てたら、なんか多分先輩方のファンの方がこう 前の前ぐらいの多分お客さんでいらっしゃって、そう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 、あら18歳になったよ。あら、一足お先かな、私がねもうすぐで18歳だから待ってて、おめでとうございます。今日誕生日だって、おめでとう。さよさちゃん、さよさちゃんありがとう。まさともさん、葵ちゃんおめでとう、ありがとう。かわいない、これ、こんにちは、ももか、まだ見てる、ももか。お、ゆうまくん、ゆうまくん今日誕生日じゃなかった、7歳に見えない、ありがとうございます。早く大人になりたいですね、大人になりたいけど、なりたくないけど、なりたいけど、見てるよ、寝落ちに使わせてもらってる、こらももかちゃん、ももかちゃん、ひろかちゃんありがとう。たくみくん、スパークルさんありがとう。ねえ、17ですよ。うん、あ、そっか。手遅れ工場さんありがとう。あ、私がかな、そっか、花子さんとお誕生日、
目つきがねめちゃめちゃ1日差とかで、イヤホンないと歌えなくて、どこにしたんだっけマイマイありがとうクマ、マイマイありがとうクマ、クマの季節なんだ。いやー、な、戻れるなら何歳にな戻りたいですか、または何歳になりたいですか、皆様。熊の季節？熊？熊？こっち？常に一番いいね。今が一番。生まれたくない。生まれよう生まれよう一緒に。今が一番楽しい。確かにね。あ、受け取れた。ありがとうひろかちゃん。ひろちかっこみたいな書いてあったよね。ありがとう。スイートシックスティーン。確かに16歳ね。やり直す、もう一回もう一回同じ道をたどりたいか全くやり直したいかどっちですか。別の道やり直しみんな、萌えちゃん、くまありがとう、萌えちゃんありがとう、みんなやり直すやん、みんなみんなどうしたの、みんな別なの、今なんか一個だけをやり直したいのか大きくなんかやり直したい。そうだそうだ、生まれ変わってもジュリちゃんで、そうだ、おすすめおすすめやり直したいんだみんな、あとなんかイヤホンが届きました、今映ってました、ここに飛んできたの、いやこの姉ちゃんイヤホン飛んできた、それでってやられたよかったね、なんでどこにあったんだろう、さっきちょっと探してみたんだけどなかったのに、あ、お姉ちゃんお姉ちゃん、お水持って今入ってました、これ口パクにしなかった、見てるっぽい、見ないでって言ったのに、あ、ライオン入ったんだっけ、じゃあなんか買ったかな、ごめんねちょっとブチって言うかも、なんか水を持ってきてくれた音がする、なんか超笑った、早く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 、なんか笑い声で聞こえてますか、びっくりした、ももかはさ、お姉ちゃんの名前知ってるからさ、なんとかさ、マジで神みたいな、え、聞こえてる、やばい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 、え、声聞こえてました、声聞こえてた、え、笑い声聞こえてました、なんかすっごいツボってたんだけど、めちゃめちゃツボってた、怖い怖い、なんであんなツボってたの、怖い、こうやってだってこうやってやって、これでめっちゃ笑いこらえながらこうやって水持って震えながら来た、びっくりした、何してんのマジで、え、ライオン入ってる、あれちょっと待って、ブチって言います、
なんか変みたい。おお。ももちゃん41。ももちゃん。いや、おもろ。めっちゃ声聞こえたじゃん。ハモの部分って下を歌えばいいっていうこと？ちょぼーどこ？ちょぼー孤独ライオン、ちょぼー孤独ライオン、鳴らせちょっと出る気がしない急に下歌えるかわかんない。ちょっとすいません、なんか変な真ん中みたいによくわかんないとこ歌ってた。じゃあ行ってみよう。はい、つくばってこっち見る君はニューボーン、オーキューベイビー、敗北したらそこで奇跡霞んでブラックアウトだ、それじゃ届かない、魂で叫べ。そこで立ち止まっとっても誰も助けてくれへんね。自分で立ち上がってそっから綺麗な花探しや。までのドキリ先一人苦しんだサタンの芝は黄色って思んないな。自分で掴んだのに気持ちのいいものでしょう。裏切りも共感も作詞立ってない、超孤独ライオン、結果は君だけで決めて、我は君が鳴らせ、気持ちよがりも好きにすればいいよ、かっこよすぎだってば、勝者は君。いや、本当に。私に誓えた俺だって進むってロンリネス、群れをなしても何にもなれなかった、そうでしょう、恥ずかしくないよ、魂で叫べ。他人の名言に感動しとっても何も変わらんとよ。そこで何しようと、頂上で待っとうよ。もしも不安話しょうもない、やめときなよ、いらないってそんな甘えは、ちょっちゃけど空から降ってくる甘い声、全てを払いのけろ、弱くも嘘つきも排除してゆけ、超最強ライオン、君はその爪を研いで勝つ感覚に飢えろ、野生の動物は希望向き噛みつく、今こそ戦え、勝者は君。本当にすいません、本当にすいません、どんどん凍えた。したシャウト、風が切り空に散る、それでも生きる生きる生きる、悪役になってもいい、全てを壊そう、小悪根源、根から絶やすまで、笑わせんなよ。自分で掴んだ
ものでしょう。裏切りも共感も探したってない、超孤独ライオン。結果は君だけで決めて、頑張れば君がなるせ。いい気持ちよかりも好きにすればいいよ。かっこよすぎだってば。だって勝者は君だけ。ちょっとなんか夜とかに歌います、ちゃんと今度いつかの夜に。すいませんでした、すいませんでした、本当にすいませんでした。あ、スイートは入ってないんですかね。スイートは入っていないんですね。スイート入ってなかった。ちょっと待ってね。めっちゃ入ってる、入れる。え、好きって言えなかったとかも入ってる。あ、入ってたっけ。なんかあれ、なんでスイートね、入ってなかった。うん、スイートね、なかった。最近か。え、そんないろいろ入ったんですか、急に。なんで、それは。あ、なるほど、みんな詳しいね。ちょっと待って、いろいろ見ちゃおう。んー、すごい。あ、入ってない。あ、またくしゃみ出そう。すいません、すいません。どうしよう、何歌おうかな。すいません。ショールームめためちゃ久しぶりです。歯の勢いやばい。すいません、すいませんでした。すいません。どうしようかな。ちょっと一回歌ってみたいと思います。ちょっと歌えるかちょっと。チャイムが鳴る、切ない音色染みてく。つまんない話して、言葉に詰まる。夢にまっすぐな君、ほんのちょっとでいい。私の方吹いてほしい、ほんのちょっとでいいの。遠い遠い昔の思い出に変わるのでしょう。
分かれ道までのデート、少し速度落とす、あっという間の帰り道で君の背中見送る、同じ気持ちでいてと なんかカス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 ですいません、ハチハチありがとう。ツーさんは好きっていうタイプ、もうみんなにいつも好き好きってるよ。ありがとうございます。嬉しい、優しいんだもん。なんかさあ、このさあ、このカラオケで歌うとさ、こうやって歌うと顔がちょっと絶望的になるからさ、顔隠して歌いたい。ちょっと待って、あと他何が入ってるのか見てみていいか。スケスケさんだ、ありがとう。あと何歌おうかな。ありがとう。みちかさん、ありがとう。みちかくん。のりたん、たくみくん、ありがとう。
なんかあるかな。どうしようかな。あ、すみません、普通に一人楽しんじゃった。どうしようかな。ちょっと待ってね。考え中です。ちょっとなんちょっと戻ってきちゃった。セリフ曲ちょっと今日 NG かも。何がいいかな。あ、好きだね。ももかから好きだないのってきた。私が好きだ、めちゃめちゃ好きで、でも入ってなかった。特別、いやいや、ももかないのってかわいい。ももかがっくん、がっくん、ありがとう。いけ、ありがとう、がっくん、ありがとう、がっくん、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、がっくん、楽しみにしてるね。30の対面と、ああ嬉しい。対バン頑張らねば。ありがとう、ありがとう、がっくん。僕のヒロインと金入ってないんじゃないかな。もう僕のヒロインあるの？びっくりマークびっくりマーク。どうしようかな。いい。AKB さん。どうしようかな。入ってないね。ももかさん、ももかさんなんかないですかね。ライブ？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 ニアジョイのかな。ありますよ。台湾イベント。トリガーはちょっと伝える気がしない。だってなんかめっちゃさ。高いし早いし、なんか葵がさめっちゃ苦戦したっていうのをさ聞いてさ、葵で苦戦するのはもうちょっとリガもう1音目から出ない。え、好きだ絶対あるよ。え、なんかモモカがすごいなんかすごい好きだをものすごく押してるんですけど、となかったと思いますね。あ、嘘、あ、本当にあった。待って、本当にあった。好きだ。でもちょっと一人で歌えないよ、ももか。ちょっと待って。ちょっと一人で歌えないからさ。あの、トリガーはさ、この空がトリガーは、すいません、略。まぶしいのまから出ない気がする。まぶしい、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 たい、まぶしい、高い、きい、あったこと、あと、あったこと、しゃーた、あの音が響いた。
一回挑戦してみようかなとか言ってなんか危ない話だよね。ちょっとえ、一回やってみる。ちょっと知らないよなんか先輩方失礼なことになる感じのなっちゃうよ。ちょっとあの歌いきれない全部は。ちょっとあの早いし先にすいません。もう他もすいません。まあまあ私一音目からちょっと怪しいんだけど大丈夫か。ちょっと行ってみようかな。はい、本当に行ってみますよ。え、本当に知らないけど本当にごめんなさい。え、本当にごめんなさい。行ってみます。あ、間違えた。何もセットしてなかった。まあ、え、本当に連帯責任まあ、ちょっと本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。ちょっと入りも入れるかな。ちょっとごめんなさい。本当にごめんなさい。行ってみます。眩しい太陽を見上げた時、君に会いたくなった。この空が鳥が恋人がいるって最初から
あ、ワールドトリガーは全部見終わりました。ちなみに圭介さん、のりたん、ありがとう。あれが気合いだ、のりたん。アリスちゃん、お久しぶり。今日はね、適当に結んでしまった。よいしょ。そっか、あ、そっかそっか。いや、似合う。ありがとう。ヤッホー、ヤッホーでーす。どうしようかな。なんか言った。ちょっと待ってね、どうしようかな。痩せた？何？ありがとう。あの上手になったメイク。どうしたの？きん、間違えた。みんな急にって言ってたら、きんなみゆに。おー、すみません、なんか家がさ、バレちゃいそうな音がバーってなんか流れてた。大丈夫だったかな。あ、嬉しい。あの高橋みくにさんたまに行っていただきます。え、セーフ？大丈夫だった？最初聞こえちゃった、聞こえてないか。よかった。一瞬でごめんね。そう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 、今選挙の時期でさ、今ここにいるっていうのになんかバレちゃいそうな感じがしたから。リップ、嬉しい。リップはね、今日はね、まずどうしたっけ、あ、まずあのこのリリミューさんの01番をちょっと01番を塗って、続いてこれが、これをね、パーフェクトダイアリーの2099番。お、取ればよかった。じゃあ次嬉しい
めちゃめちゃ選挙ある。おすすめです、ね、どうしようかな、歌うか。今日話したくない、ありがとうございます、よろしくお願いします。本日お話し会、この格好ではないかもしれんけど、いいえ。妹に欲しい、妹にしてほしい。家族の中では次女なので、お姉ちゃんに欲しい。いいよ、お姉ちゃんになってみたかった気持ちもあるけど、妹でよかった。嫁？本当？いいよ、嫁って呼んで、みんな。まつげ？嘘。まつげ、ちょっとボサボサです。兄弟になろう。ニャジョイではお姉ちゃん、どうだろう。ニャジョイでは、やっぱ人によるかな、やっぱ年下メンバーでは、お前ではちょっとお姉ちゃんになるかな。でもね、愛ちゃんとかねといると戻る。いや、美月はね、私的にはめちゃめちゃお姉ちゃんでね、甘えさせてもらっている。美月、そう、なんか次女って感じ、三女、三人姉妹の次女っていう感じに愛情になかった。今着てる服はこうつながってて、これはワンピースになっています。腰がバッキバキです。コショさん、声でかい、大丈夫、ありがとう。これは一緒の服、くっついてる。日向坂四期さんか、推しメンって言われるとカホリン、コーリンちゃんかな、かわいい。いや、でもまだね、定まってなくて、葵ちゃん、大西葵ちゃん、初めて言われたかも。初めて言っていただいた。やばい、家映った、大丈夫かな、今映ってない、やばい、選挙もやばいんだけど、家のちょっとやばいな、どうしよう、ちょっと待って待って待って、大丈夫そう、家で関係、選挙のは本当に絶対に聞かなかったことにしてほしい。し、いや、映った、ここ物置なの、物置でもうなんか使わないテレビが置いてあったり、タンスが置いてあったり、待って、本当にやばいやばい、この今部屋でなんか物置部屋でやってるからさ、
ぱいやっぱい。もう大丈夫かな。ミュートを解除しようとしたら、あ、そう、これはいらないソファーといらないテーブルで、じゃあここでショールーム部屋にしちゃおうみたいな感じで。何も見てない。もう本当に家の中で一番散らかってる部屋こう乱雑にバーって、やばい。はい、見えてません。危ない。初めてかな、こっち側見てたら。オーマイガーだよ。あ、よかったよかったよかった。シャッターも閉まってるじゃなく。ジュリーさんの部屋は何もないね。本ぐらいしか。ミュート解除しようとしたの。ということで話を切り替えよう。やっちまったね。切り替えよう。選挙がめっちゃ通るから危ないな。最近のおすすめの本、ちょっと待って、ごめん、ぶちついたね。ちょっと、うん、なんかおすすめの本探してきます。ちょっと待ってて。映しちゃダメなのかな。ただいま。よいしょ。ただいま。あ、外髪に付箋で、なるほど。選挙はまだ行けません。来年から行けます。え、選挙聞こえてた？危ない。それは危ない。蜂がもう片付けなきゃって思いながら忘れちゃいそうだ。これからの誓いを17です。あ、聞こえてない。あ、ちょっと一回、じゃあ話を戻しまして。え、原田葵さん、嬉しい嬉しい。初めて言っていただいたかもしれない。嬉しい。ひょっとして、え、ちょっとじゃあ気になる気になる。なんかあんまさ、似てるって言っていただくことな、ないからさ。出ますか。どなただろう。まあ、あやのちゃんは携帯だっけ、大丈夫かな。ジュリーは戻ってきた。どう、なんかどうだ、どうしちゃったんだっけ、あれ。毛布。誰、どなたに似てるかな。あんまり似てる、なんかどっかは似てるとかさ。うん、MBT、 うん、したことあるけど覚えてない。初めて言っていただいた。一ノ瀬美久ちゃんかなって言ってる。一ノ瀬さんって一人。嬉しい、また来てくれてありがとうございます。バレてるバレてる。あ、山本蓮香さん、もう本当に結構ずっと言っていただいてる。嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。私、本当嬉しい。
上にレンカさんのタオルいっぱいありますよ。久保さんとレンカさんとアスカさんのタオルがあります。あ、上、上とか言ったらさ、間取りバレる。大丈夫。髪下ろしてると言われる。嬉しい。嬉しいよ。皆さんはどなたに似てるって言われますか。教えて教えて。教えて教えて。読めない。皆さんはどなたに似てるって言われますか。あーい、すごい今ね、みんなのね、あ、なるほどね、みんなの顔今思い浮かべてる。誰に似てるって言われたことあります。え、もう人生で一回でも言われたことある方の名前を教えてほしい。どういうことよ。皆さん海外の方に、え、なんだろう、なんか皆さんカタカナ、カバオくん、カバオくんアンパンマンの、え、誰に似てるか。確かにお話し会でみんな、確かに今度のお話し会で誰に譲るか、私が私ずっと小学生の時お父さんに、あのロバートさんの秋山さんにずっと似てるってずっとお父さんに言われてて、お父さんから、ああなんか今あの呼ばれてたっていうので秋山って呼ばれてました、お父さんにずっといや違う違う違う、いや確かに今写真見返したらめっちゃ似てるんですよ。でこの間友達に、あの最近できたお友達、学校のお友達に、私の小学校の時の、あの小学校の時の写真を見せたら、おっさんやないかいって言われそう、太ってた時の話で、いや、ももかはすっごい嬉しいことを言ってくれて、あのレインボーさんの池田さんに似てるって言ってくれて嬉しい、うん、パチュ、ジュリちゃんは東京です。東京出身です。レインボーさんのね、ももかさん間違えた、あ、そうももかはね、レインボーさんがなんかお好きなようで、そうそう、ももかくんがね好きらしく、いや私とももかがこれっていいのかな可愛いももかで、ももかがと一緒に2人でご飯食べてて、てか出かけてたんだっけな、なんかの時に、あのレインボーさん好きっていう話をしてて、でちょっとしたらあのジャンボさんにお会いしたんですよ。で一緒に写真撮っていただいて、これっていいよ、大丈夫、もう遅いよね。一緒に写真撮っていただいて、声をかけさせていただいて、写真撮っていただきました、嬉しい。そう、推しぶどうも見てたし超嬉しかった。
めっちゃ二人で湧いてやばいやばい、え、やばいやばいやばいとか言って嬉しい。写真撮っていただきました。そうそう、僕いた、そう、そう、熊笹さんの方です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、そうですそうです、名古屋までボンバーいいさん、そうなんですよ、名古屋まで行かせていただいてめっちゃ嬉しかった。初名古屋だったんです。初名古屋お弁当食べて楽しかった。うん、ひつまぶしお弁当を食べさせていただきました。フォローしてなかった、ありがとう、フォローしてくれて嬉しかった。新幹線なんかね、私新幹線でなんか新幹線1回記憶ない1回ぐらいしか乗ったことなくて、だからもうこれ初めてだ、記憶ある初めてだとしたらなんかコンセント落とした、なんかびっくりしちゃって新幹線がスーってして、だってさ新幹線ってこうスーって進んでいくの、このなんかガタンとかもなんかこうスーっていう感じ、びっくりするよね、感動した、やばい何この滑らかな滑りとか、そうそうそう、そうなんですよ、めっちゃ湧いてた、三月なんか三人席みたいな感じで、私ちょっと窓側じゃないとなんか体調悪くなってきちゃうから、私窓際、一番窓際で真ん中が三月でその隣が優香で、楽しかった新幹線。中学3年生ね、修学旅行コロナでねなかったんだよね、コロナ禍だったから、3年前はねなかってなくて、高校はねそうだねね、修学旅行行ってないね、そうそう、今年、去年も今年もね、コロナができ始めたのが中2の終わりぐらいだった気がする、2月とかだから中2の2月だった、いや高校のね修学旅行はちょうどねなんか生駒以上の期間とねかぶっててね行けそうになくてですね、去年もねそんな感じだった気がする、でもその代わり修学旅行みたいな感じであっちの方行けるかな、嬉しい、それはかわいそうだ、そう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 、ちょうどあとリハ期間とかだったりしてさ、そう富士急に修学旅行ねえ2019年に、うんうん、そうですね、2019年に中学2年生、ね、でも修学旅行はでもそんなに前の学校だったら行きたかったかもかわいい、ももかから修学旅行行こうねうちらでってきた、かわいい、行こう行こうね、大阪ね行こうねおお弟とね、あらら らね、ももかちゃんもねそうだよね俺と俺くんの
同い年。そう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 、そう、05ラインです。あやあと明日が明けちゃうね。妹と同じ。あら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 、ひらっぱ。そう、高3。いや、高3になっちゃったよ。高3組です。高3は4人いますね。05、もう結構だって TikTok とか見てたらさ、10の子とかいません？たまに。でも08とかはもううじゃうじゃいますよね。と思ったらもう05、なんかもう大人になったなって思う。そう、川名子さんも同い年です。2010年とかさ、記憶ないわ。ね、05ね、10ラインの子ね。おかしい、もう若さきやん。あ、てんちゃんはそうだね、同い年ですね。え、そうそう、私たちもそんな感じだった。なんかシンガポールに行く予定だったんですけど、シンガポールに行く予定で国内になったんですけど、でも国内のに行くってなったタイミングで学校辞めちゃったので、いつから修学旅行行ってないんだろう。中2から行ってないか。本田美優さんは5上かな。年上、1個上さんですね。芦田愛菜さんとか1個上。オッケーだよ。ね、海外行きたいね。そう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 。なんかいっぱい来てくださった。こんにちは。こんにちは。すいません、すいません。そう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 、乃木坂の猫吉生さんだと、ゆきまーちゃんとか、奥田いろはちゃんとか、菅原さつきちゃんとかの学年だね。あとは坂道さんだと、日向坂さんだと、日向坂さんだと竹内輝星ちゃんとか、同じ学年っていうか05ラインの子ですかね。すみれちゃん、宮地すみれちゃんとか05の子、やっぱ同じ学年の子って覚えちゃいません？井上凪ちゃんは1個上。でも私は今31歳くらいの年代に生まれたかったかも。平成を青春する時代。あ、ね、そうですよね。見ました見ました。桜坂さんだと山崎天ちゃんと遠藤理子ちゃんとか同じ学年かな。あと谷口愛理ちゃんとか同じ学年ですかね。31、2、3とか30歳くらいの。そうそう、平成あのロンバケ見ちゃって、ロンバケを見まして、ロンバケ見たらさ、平成いいなとか思っちゃってさ。
なんかもうちょい上か、もうちょい上かな、全然上か、ロンバケぐらいとか、48とか50歳ぐらいか。その時ロンバケせ、なんか平成なんか楽しそうじゃない、携帯とかが ないから。ごめんなさい、ちょっとすみません、あのテーブルがキー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 いてて。え、すみません。あ、私ブザービートめっちゃ好きだったんですよ。ブザービートめちゃめちゃ見てた。あなたは私のほんの、あ、これバンされちゃうかな。北川景子さんとかほぼすっぴんじゃないですか。なるほど、怖すぎて。北川景子さん大好き。カセ君ありがとう。滑ってるのかな。てってるてってってってる。ねえ、確かにいいですよね、平成の時代。なんかドラマ一からハマりたいな、こうやばいって言ってこうハマ、なんか私ハマらないと全部見切れなくて、こう3話ぐらいまでが勝負。うん、がっくんありがとう、のりたんありがとう。そう、3話ぐらいまでが勝負で、3話ぐらいまででハマれたらもう大丈夫、ハマれる。キクワさんありがとうございます、フォロー。今もう見てないかな、サンリオキャラパツマルくんとかかな。サイレント見てました。そう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 、クマクマクマ、そこなん絶対なんだっけ、公開日に見に行こうって思ってたのに弾けなくて、だから絶対に行きたいと思います、今週中に。犯人行っていいとかなんか言ってる、よくわかんないとかね。よくないよ。クマ私クマがもうひどくて、すっぴんだともうクマがひどくて、でもなんかなくならん、寝てても遺伝っぽいです。やばい、ブルーベリーが頭から離れなくてどうしよう。え、本当に、え、嘘だよね、え、何思う、そんなわけなくない、嘘でしょ、え、あ、よかった、本田美優さん、え、初めて言っていただきました、メイカー。ああそう、僕僕偉い偉い偉い、僕偉い、そっちの方向で行こう。こんなにね、え、あれワンチョイスのサビの歌詞ってなんでしたっけ、好きに、よかったよ、ずず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 みたいな、え、こんなにと、ちょっとびっくりしても混ざってた、あれ、紙に選択肢、好きに、こんなにね、紙に選択肢、一緒音。なんか混ざっちゃった。あれ今どっち歌ってたっけ、今紙に選択肢、こんなにね、こんなに好きになっちゃっていいの、好きになんてならない、
よかったよ。混ざっちゃった。どっちだったっけ。混ざっちまった。今日はさ、週一見てて、お母さん、お母さん急にあのセンターの子かわいいって、リップアカリさんかわいいって、もうなんかどっちかに分かんなくて、寄せる後でちゃんと聞こうと。皆さんご飯食べましたか。似たご飯食べたの。何食べたんですか。なんかさ、太ったくんだけど、ちょっとシェーリングしまーす。ヒュヒュヒュ。タルタルチキンとか。タルタルチキン。あら、まだ食べてないのみんな。あら。あら、いいですね。食べたよ、食べた。私でも9時半ぐらいにお腹空いてない状態で朝ごはん食べてから、もうなんか全然お腹いっぱい。もう2時？もう朝一に牛丼食べちゃった食べないで、ジュリーちゃん見てる。ジュリーちゃんお食べ頭から。ジュリパンマン今のちょっと変顔は少し NG。ももかもう見てないか、さすがに。ももかはもう見てないよね。はるきくんありがとう。はるきくん、くまありがとうね。よいしょ、よいしょ。今日髪型どうしようかな。お話し会、白のブラウスを着ようと思うんだが、服はいるよ、ふんってきた、いるよ、ふんってきた、泣いているよ、涙みたいなきた、かわいいおもさん巻き。確かアリスに何かやっていただこうか。キラもうかわいいメイド衣装嬉しい。5月7日お話し会、メイドさんの時もさ、何するかほんとまだ悩んでて。メイドさんって何の髪型が似合うんだろうか。メンバー家に連れてきたこと、うん、一応ある。レノンだけ着たことある。なんかね、近くに来るね、用事があって、花とどこだ、どこだ、ぷっくりブリブリのついてやるかな。ももか配信しないかな、だってどうなの。多分今日はしない気がする、私の予想だと。本当やった、なのかワクワク。美月の家ね、行ってないのよ。うーん、脱力したら顔が伸びた。顎引くって大事チュリーさんは3時まで。え、これ読み上げていいのももか。読み上げていいですか、今回配信するかどうか。ジュリーさんは涙袋を書いてる時多いんですけど、あ、ももかさんは21時からできたらするそうです。できそうだったらするそうですよ行けたら行くテイスト皆さん21時からももかさん、カンさんが喜んでる。
もか推しの皆さんはぜひ。やってくれるんじゃないかな。今から待機だって、もうか絶対やんな。みんなが待っとるよ。でもみんなその前に私とのお話し会があるからね。ね。ももかさんはね 45% ぐらいだと思う、多分配信する確率。お話し会だよ、待ってるよ。みんなその前にお話し会だよ、待ってるよ。今日お話し会いけない、なんでなんで。お話し会今日は来てくれる人、今日来てくれる人いますか。目のツヤって何。目、私ずっとあれだったんですよ、眼球が白いことがチャームポイントだったんです。待ってるよ。眼球ね、褒められてた中学生の時から。なんか友達にこうロッカーにいてさ、こうなんかこうやってロッカーをこう喋ってたらさ、チュリ白目白くねとか。嬉しい。このさ、ラメがとてつもなくいいですね。あたかも涙袋があるかのように。あ、もうか夜はやるだって。出すよ、出すですよ。眼球マニアってない。でも最近なんか充血とかしてるからしっかりしたいと思います。眉毛隠したい。ジュリーちゃんは夜はお話し会があるから、お腹だったらお腹空いてないのに。顎が細い。何の話だ。ジュリーさんは夜はお話し会なので、今日はお腹痛い。最近レノンと話してる。いや今ここ3日ぐらいはあのレノンさんと話していなくてですね、レノンさんは今下のあのリコさんと遊びに行ってるみたいなので控えさせていただいてますけど、今日は会うのでリコさんとお出かけしてる写真がいずれ上がると思います。しゆ、なんか遊びに行ってる時ってさ、やっぱ連絡しない方がいいかなと思って。そうそう、そう。でも今日会うからレノンと写真撮ろうと。でもさ、なんかレノンとかだとさ、もうさ写真撮らないんだよね、なんかいて当たり前というか。ももかともさ、こんないっぱい話してるのに写真撮るかって言われたら全然撮ってない。この後はね LINE をしまくって。あーやってるよ、久しぶり。
もう50分かな。ももかとの最新最近上げてないっけ。上げてないか。だってよももか。え、てかももかほんと1時間半ぐらい見てない、私の配信。1時間ぐらいかな。全ずっと見てない、大丈夫。な、何してんの。あやのちゃんありがとう。あやのちゃんごまーありがとう。そこもかお話か一部だったんだっけ。何してんの、あくびが出るね。ももかは昨日、あそうだね、昨日さ夜電話しててさ、明日一部みたいな、最後もう寝、もうほぼ寝落ちしてるぐらいの時になんか言ってた気がする。ももかから、あの普通にファンだったらタワー投げてたって。ももかさんはジュリーさんを大好きなようですねえ。ももさんかわいい。ももかちゃん、お、50、あれ50分、まあそっか、このこれ早いんだ。なんかさこのちびゴムでさ湯沸いてたからなんかいいんじゃない。45分ありがとう。ここも弱すぎてなんかちぎれそう。あ、ジュリーちゃんラジオはいつかな、いずれ来ますよ。もう、こんにちは。すぐ。ね、ラジオ嬉しい。あ、あれもう来週しかないんだっけ？もう三回終わったっけ？もう終わった？そんな一瞬やばい。あ、じゃあ次4回目。そうですね。とりあえず、そうか。どうかな、どうかな。あーしゃ。あー、君夢の新しい宣材写真。ね、初めてかも。笑ってる宣材写真、嬉しい。ニコニコ。ねえ、宣材写真。嬉しい。でもね、アイコンは変わらないみたいで。うん、衣装も可愛いよ。50、いや今40、あれ何分進んでるんだ。今私の時計には53分っていう風になっているんだけど、本当は何分だ。あ、じゃあ5分。あ、ごめんなさい、あくび。うん、めっちゃさ、どん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 開いていく。なんか4分とかさ、2分とかだったのに。話して笑ってるの好き、ありがとう。まあ遅いよりはね。出会ったばかり、何か気になってる。ふうへへへへへ、ふう、あっという間に恋に落ちたんだよ。せっかちなジュリーさん。あ、
本当私さ何も読み上げないで顔だけで反応するからさ、なんでこういうなんか分かってないよね。まくびが出る。今日髪型どうしよう。お話し会。恋とは出会いがしらタイミングが重要、普通に仲良くなるとみんながこぼれてる。どうしよう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 、今日髪型どうしよう。巻き巻き、ももかがいっぱい送ってくれる。巻き巻き。アリスのお任せ。あ、いいね。確かに。次はちょっとまた今度なんかの時にちゃんとやります。編みたらし。ああ。ももか何してたん？あ、めっちゃお腹鳴る。ももかくんは今日は何をしていたんだ？髪型。最近口角を下げる。今日巻きハーフツインだって、お揃いどう？ってきた。巻きハーフツインはちょっとごめんなさい。ごめんね。もか、悪いけどちょっと無理かもしれんからマキハウスではまたの機会。ありがとう。時間ハーフアップね。もかからっていう顔文字が来た。なんかね、ハーフツイン系がねびっくりするぐらいしっくりこなくて、自分の顔を見てリーゼントしたいんよ。一回は絶対してみたい。でアリスにちょっと聞いてみようかな。最近口角を下げたくて、口角を下げて、なんか一時 TikTok で口角を下げて笑うみたいな流行ったじゃないですか。なんかどうやってやるのか。笑ってはないよね。たまにももかもやってる一人で。口角下げて笑います？多分今頃ももかも一緒にやってる。やってみてください。口角下げて笑う。あくびが出ちゃいそうだよ。やってたらしい。部活の後輩もジュリーちゃん応援してますって。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。後輩ちゃんにもよろしくです。この間昨日お友達に街で遭遇して、そしたら家のめっちゃ近所でバイト始めたりしてて、なんかみんなそっかバイトとかしてるか、同い年とか。あー首が出ちゃう。おもしかしてそうね、遭遇して目にまつげ入った。嬉しい。ジュリー中じゃない部活中ね。眠ね、なんでだろう。お腹いっぱいじゃないんだけどね。
や本当今日お話し会ちょっとじゃなんかお団子とかしたいけどさ映らんからさ、なんかあれのがこういう髪型よくしてません？最近こういうやつ、あれ私があれレノンのあの髪型が好きでやれやれって言っていっぱいやらせてるあのねなんかさレノンが最初にさその髪型言ってた時のレーサーみたいな F1 レーサーみたいな感じの髪型で本当 F1 レーサーみたいな感じでめっちゃ湧いてたみんなでやばい目標すぎると思ってやれやれって今日なんだろう髪型ワクワクレノンちゃん声が出ちゃうね。昨日何時に寝たんだっけ？皆さん何時に寝ました？昨日。なんでこんないっぱいの方が見てくださってるんだ。こんにちは、ニアリーイコールジョイの相田ジュリーと申します。3時？みんなそんな起きてるの？昨日何時出たんだろう？何時だっけな。こんにちは初見の方、昨日何時寝たんだろう？バコベカレーション、お前なんか一回あくび出ると止まらなくなっちゃう。でも今日は9時前に起きた。なんだっけな、まあ、でも9時ぐらいに起きた。週1、朝起きたら週1が流れてた、うん、そうそう週1。お腹がお腹空いてるのかな。お、55、ありがとうございます。うん、ちゃんとソファーで寝ましたちゃんとソファーで寝た。なんかソファーで寝た方がさ朝すっきり起きられる。まあ多分眠りが浅いからなんだろうけどさ、なんかベッドで寝るとさ、なんか起きた時さ、なんか寝すぎて眠い、一生眠い、ずっと一日中。青ないためさんありがとう。パンクマパン、うん、そうだってベッドでさめっちゃ10時間とか寝た日にはもうずっと眠いじゃん。だからなんか7時間とかでソファーが一番私的には起きたーっていう感じがする。あー分かる分かる、たまになんかドライヤーしないで寝ちゃって髪朝をパキパキになってるありがとうスカイ。寝起きめっちゃいいよ。なんか特になんか寝起きでイライラするとかないかも。スッて起きてもうすぐサッとって感じ。なんかよ、一回あくびしたらもうずっとあくび、ほんとまずいまずい。そう、夢起きた瞬間夢調べる、なんとかなんとか、なぜ。いや起きた、寝起きめっちゃ機嫌いいと思う。あ確かに、ほぼ確かに。すごい、5767名の方がありがとうございます。ゆるゆる、めっちゃ私寝起きいいよ、めっちゃ機嫌いいと思う。なんか起きた瞬間からこのまず今どういう状況かを2秒ぐらいでまず察知。お泊まり会とかしても朝一から100のテンション出せる起きて前ちょっと前に前の学校の子とお泊まりしてお泊まり会した時も起きた瞬間、おー
はようございますっていうテンションだった。そう、朝得意なんだ。うん、美味しかったよ。そうだから寝起きドッキリとかね、なんかこうアイドルみたいな、とかじゃなくて、あ、あ、え、すまん。あ、もうしてまゆるく、そう、じゃあ壇上読みます。あ、間違えた間違えた、あれ、ここじゃあ、ね、じゃあ壇上読みます。壇上13位、萌えちゃん、ありがとう。萌えちゃんありがとう。12位、青菜ためさん、ありがとう。11位、深瀬くん、ありがとう。10位、スパークルさん、ありがとうございます。9位、マイマイタン、ありがとう。8位、グッピーさん、ありがとう。7位、ゴールデンウィークはジュリーちゃんだらけでハッピーのりたん、ありがとうございます。6位、さやうさちゃん、ありがとう。さやうさちゃん。5位、すけすけさん、ありがとうございます。ありがとう。4位、たくみくん、ありがとう。ありがとうね。3位、はるきくん、ありがとう。ありがとう。2位、今年度もジュリーちゃん色の川橋がくん、ありがとう。がくんタワーもありがとうね。ありがとう。対面も楽しみにしてる、ありがとう。1位、りょうきくん、ありがとう。タワーもありがとうね。ありがとう、いつも。ありがとうございました。たくさん久しぶりに2時間しちゃったぜ。ねえ、こちらこそよろしくね。このあと5部お話し会なので、ぜひぜひ待ってます。よいしょ。ではありがとうございました。皆さんこの後も日曜日頑張ってね。あとでね、ありがとう。あとでまた配信したいと思うので、フォローぜひ、ツイッターもやってるのでぜひフォロー、フォローではまたねー。